青チャートの効率のいい使い方を教えてください。まあ、このね、青チャートの使い方っていうところなんですけど、まあ、青チャートに限らずですね、網羅性のある参考書っていうのは、基本的に、分かってるところはもう飛ばしてください。要は全部ね、手を動かして解いていかなきゃいけないかって言ったら、全くそんなことはないっていうのは、まず大前提。で、数学で何が重要かって、その問題が解けることじゃないんですよ。問題解けることは大前提なんですけど、解けることじゃなくて、その問題の本質がちゃんとわかること。要は、その問題を見たときに、あ、この問題はこういうね、背景があって、だから大体問題の解説とかって最初に、ここで押さえなきゃいけないポイントみたいなのあるじゃないですか。それがちゃんと想起できて、じゃあこの問題解くとしたら、それを使うとこういう道筋になるっていうのが頭の中で再現できればいいわけですね。なので、これ多分、数学できるようになればなるほど、一気にまた数学力が身につくっていう、まあそういうことでもあるんですけど、わかる問題はもう目で見て、あ、こういうふうに解くんだろうな。ね、だってポイントとしてはこれだもん。で、回答を見て、あ、やっぱそうやって解いてるよな。じゃあ次、次、次っていうのを繰り返していくと、もう超数学力身につくんですよね。なんかわざわざ手計算で、ぶっちゃけ 57×13 っていうのが途中で出てきたとして、それを計算するのって別に数学力としては全く関係ないんですよ。しかもむしろそれを計算している中で、その本質っていうものを見失ってしまいがちなんですよね。なのでもう本当に、こう、幹の部分だけを各問題見ていく。ね。そういうふうに考えて、まあ、この問題の注意点はここだしなとかね、頭の中で思い浮かべながら、細かい計算はもう無視していくと。まあ、そういうふうにね、いずれやっていくと効率よくなるんじゃないかなと思います。はい。まあ、もちろん。